警戒を厳にしてくれ。油断するなよ。遅いぞ。行動開始する。you
犬か、ここで死なせはしない。慌てる必要はない。そこだ。仕留めた。いい流れだ。ここはまずい。撤退だ。了解だ。行くか。敵発見。早い。もうこんなところに。行動開始。みんなの役に立ちたいの。どこにいるのは分かってるんだ。出てこい。そこね。向こうにもあんな奴がいたとは。私の番ね。拠点を奪われた。急増援を来る。行動開始。嫌いじゃない。逃がしはしない。行動開始。逃がしはしない。ふん、手応えのない。食べたくない。了解だ。
くらえ。やればいいんだろう。俺だってやるときはやる。敵同胞は裏切らない。こっちだ。出てこい。回されてやがる。敵がいる。
始だ。ケリッといただいたな。やればいいんだろう。同胞は裏切らない。損傷大。出撃します。俺の数だけ見てピンフリ。出撃します。長くない。私の番ね。私の番ね。いや、当たって。行動開始。当たって。了解だ。ケリッといただいたな。私、体が丈夫なんだよね。
私の番ね。そこね。やった。応答しよう。どうしたんだ。行動開始だ。まずいな、完全に押し込まれている。まずいな、完全に押し込まれている。これ以上は持たない。何か手を打つなら今しかないぞ。隊長殿、話がある。ボルジア陛下、ここは危険です。危機的状況は理解している。ここは我が使者となり、停戦を求め交渉してみよう。いけません。それでは陛下が帝国軍の手に落ちます。ここで死ぬわけにはいかないのだ。それに私も帝国の人間、心ある帝国民ならば交渉に応じると信じたい。ゲイカ、わかりました。各員、戦闘中止。白旗を上げろ。ダハウ隊、敵が白旗を掲げました。うん、攻撃中止だ。向こうの手方を見よう。どうやら受け入れてはもらえたようだな。クルト、向こうから交渉受け入れの条件が提示されたぞ。隊長を含む代表者4名、体内にダルクス人がいれば優先して選抜せよと。ダルクス人を？ダルクス人部隊だからか。俺は興味があるから同行するぞ。あとは万一に備えて任務か。残りは俺とボルジア陛下の4人だな。ガリア方面軍特別遊撃部隊カラミティ・レーベンの隊長ダハウ隊です。ジェンナーロ・ボルジア陛下に拝謁でき光栄に存じます。かしこまることはない。交渉を求めたのは我らの方だ。では陛下に続き同行者の尊名を頂戴したい。護衛部隊隊長セブンだ。私は名を聞いている。答えられぬ場合は交渉決裂となるが。422部隊隊長のクルト・アービング少尉だ。同隊員グスルグ総長。任務か。よろしい。交渉は簡単なものとしよう。ボルジア陛下を引き渡せばアービング少尉以下隊の安全な撤退を保証する。以上、問題はないな。陛下をどうするつもりだ。私はダルクス人だ。もとより争いごとは好まぬ。陛下の和平交渉を支持する。だが職務上陛下をマクシミリアン殿下に引き渡す義務がある。護送中の丁重な扱いは約束するが処遇について口を挟める立場にはない。それはご理解願いたいな。それで十分だ。申し訳ありません陛下。任務失敗を陳謝します。精一杯努めてくれたことを感謝する。そなたたちの努力を無駄にせぬために殿下と対話してみよう。
アービング少尉、次に会う時は対等な条件で戦ってみたいものだな。チェスでさえ先行と後攻がある。対等な条件などありえない。違いない。だがそれに近い条件で戦えることを期待しよう。質問したい。俺たちダルクソ人を呼んだのはなぜだ。知ってもらいたいからだ、私の存在を。え？グスルグ、君はダルクス人であることに自信と誇りを持っているか。私は持っている。ダルクス人は優れた民族だという自負をな。それを証明するためにダルクス人の部隊を率い戦場に立っている。あなたのような堂々としたダルクス人は初めて見た。ダルクス人は報復しないことを美徳とし、迫害にずっと耐えてきた。だがそれだけでは未来はつかめない。我々には希望が必要なのだ。希望？ガリアの同胞に伝えてくれ。希望と誇りを胸に戦う我が部隊の存在を。帝国はガリア以上に迫害が厳しいはずだ。それなのになぜ。過酷だからこそ分かるのだ。ダルクス人に必要なのは希望なのだということがな。過酷だからこそか。イムカと言ったな。君の胸に希望はあるか。そんなものは必要ない。私は何も強要しない。ダルクス人は自ら気がつかねばならないからだ。グスルグ、イムカ、お前たちもいつか気づく日が来るだろう。何なんだこの男は。本当にダルクス人なのか。前回の戦闘も第七小隊の協力なしでは負けていた。俺は二度ダハウという男に負けた。彼は俺よりも上だ。何が劣っているんだ。俺は彼より何がそれ超える。必ず超えてみせる。ジェンナーロ・ボルジアス騎教が帝国軍特別遊撃部隊に奪われる。この件はアイスラー少将以下数名が知るのみの機密事項とされた。和平への道は完全に断たれてしまったため、ガリア軍司令部でも主戦論が優勢となる。戦況打開の糸口など見えてはいなかったのだが、禁じられた戦い。5月下旬、帝国軍の攻撃によりファウゼン工業地帯が陥落。ガリア北西部は帝国軍に占領された。対するガリア軍はバーゼル卿の奪還を契機に打開された中部へ正規軍を展開。その一方で帝国軍の中部方面への支援を断ち切るべく義勇軍部隊を送り、南部補給基地の制圧を目指していた。
今回の作戦内容だ。頭に叩き込んでくれ。みんなよろしく頼む。それでは行動開始。本日から新しい隊員が入隊することになった。よろしく頼むぞ。33マルヒット・ラベリです。私がネームレスなんて、正規軍部隊の隊長も務めた士官だったのに。ふん、南部か。将軍たちもなかなか苦労しているようだな。楽しそうね、ダハウ。来たか、アグーテ注意。ジグはどうした？その呼び方嫌いだって言ってるでしょ。リディアと呼びなさい。すまん、まだ慣れなくてな。ジグはどうしている？すみません、ダハウ様、遅れました。時間厳守は軍人の規範だ、忘れるな。はい。リディア、ジグ、お前たちには部隊を率いて南部へ向かってもらう。南部？行き先は？リディアには南西部の港町アントホルト市を制圧してもらう。アントホルト？前線からものすごく遠いじゃないの。グレゴール将軍の依頼だ。やれるな。いいわよ、どうせ南西部なんてガリア軍はいないでしょ。エヒドナちゃんの初陣には物足りないくらいだけど、まあいいわ。
ジグは中南部の帝国軍拠点ユエル市へ行ってくれ。はい。こちらはイエーガー将軍の依頼でな。彼は主力部隊を率いて南部補給基地へ向かうため、ユエル氏が手薄になる。念のため予備部隊として戦力が欲しいそうだ。任せてください。ダハウ、あんたは遊んでるってわけ？私はギルランダイオ要塞でマクシミリアン殿下のお相手だ。昇進かしら。おめでたいわね。冗談はよせ。呼び出しの理由は逆だ。殿下、ダハウ大尉が到着いたしました。うん、通せ。特別遊撃部隊隊長のダハウ大尉であります。ただいま参じました。よく来た。恐れながら一階の小隊長に過ぎぬ私に、殿下へのお目通りが叶うとは思いませんでした。そのような言葉を聞くために呼んだのではない。貴様の忠誠を今一度確認せねばならぬ。理由は分かっているな？心当たりがありませんが、必要とあらば忠誠を証明いたしましょう。では示すがいい、妖への忠誠を。はっ。ではこれにて戦場へ戻ります。何？軍人は戦火で忠誠を示す者、狼に子守は務まりません。勘違いするな、ダハウ。貴様は狼ではない、猟犬だ。御意、私は良き帝国の犬となりましょう。世の犬とは申さぬのか？殿下はいずれ帝国を滑るお方、そう心得ております。ではこれにて。待て、殿下に対し無礼であろう。よい、セルベリア。殿下、あのようなものを許しては軍旗に関わります。あやつを殺すのはたやすい。だが勝ってみたくもなる。それだけのサインがあれにはある。ダルクス人でさえなければ将軍がもう一人増えていたであろう。殿下。今から話すことをよく聞いてくれ。理解できたか？よろしく頼んだぞ。
やる気だ。よし、覚え出せ。レベルアップだ。いい仕事をしたな。ようこそ。冷やかしだったら痛い目見ますよ。はい、できました。大事に使ってください。はい、できました。大事に使って、はい、できました。大事に使ってください。はい、できました。大事に使ってくださいね。はい、できました。大事に使ってください。はい、できました。大事に使ってくださいね。はい、できました。大事に使ってバッチリですね。壊したら殴りますよ。はい、できました。大事に使ってくださいね。ありが、その装備は品切れなんですよ。残念、私も残念。バッチリですね。壊したら殴りますよ。しましたよ。ほら、いい出来でしょう。バッチリですね。壊したら殴りますよ。はい、できました。大事に使ってくださいね。